1六6 1年にイエール大学で授与された学位記。ラテン語でフィリサフィ・ドクタースと書かれているのが見える。ドクトル・オブ・フィロソフィーは主に英語圏で授与されている博士水準の学位である。直訳では哲学博士となることからわかるように、基本的にはあくまで伝統四学部のうち職業教育系の心学、法学、医学を除いた哲学部の リベラルアーツ系の学位である。ラテン語のフィリーサフィドクトルを略して、PhD とも言う。イギリス式ではピリオドを打たず、PhD とも表記するが、同じイギリスでもオックスフォード大学、サセックス大学、ヨーク大学などでは、英語表記の略を用いた D フィルと表記する。いずれの場合も PhD のようにスペースを開けたり、PhD のように最後のピリオドを省略したりはしない。 リベラルアーツも参照近代になって自然科学の発展に伴い社会科学、人文科学の学術系の学問が発展するにつれて学芸諸般をすべるものとして哲学部が他の産学部と被験されるに至って近代西欧語でいうところの大学は心理発見の場とされるようになった。以上のような歴史的な経緯を経て、同様の経緯からヨーロッパでは農学部、 工学部など新しい職業分野では長らく学位授与が認められず、日本と違い職業系では MNG のみの場合も多い。これに対しアメリカではそのような歴史的な区別はなされず、19世紀になってからドイツのフンボルト大学を手本に心理発見に資する学術系の学問であれば広く PhD の学位を認めるようになった。現在では PhD は 学術の研究を行う者に与えられており、BA, BS, MA, MSC, M, FIL の上位の学位である。そのため、どのような分野の研究にも適応できる学位で、あるとして変幻自在な学位と表現する者も,もいる。アメリカのニュースクール大学では、二つ目の博士号に対して DSSC を授与してきたが、この制度は廃止された。 ドクターとマスターの問題は中世の大学の歴史に由来する。もともと大学はギルドの意味で、徒弟制度の下で親方に個人的に認定される免状を取ったものをマスターと呼んでいた。もともとマスターとドクターは同じ意味であったが、やがてマスターはドクター以下のものとなっていき、近代につながるバチェラー、マスター、ドクターの三位改正に発展した。 ただし、法務博士などの職業系の学位は、必ずしもこの枠組みに当てはまらない。例えばアメリカの MD や法務博士などの専門職学位は、PhD とは別の過程であり、学術的には修士相当とみなされている。アメリカの多くのメディカルスクールでは在籍中に、別に学術系の大学院の過程に在籍して、博士号を取得してから、MD の学位を取得する場合が多い。 また、イギリスでは、下界に対する正しい継承はマスターではなく、ミスターである。これはかつて、下界は、徒弟制度の下で、訓練されていたという歴史的経緯の名残である。ドイツでは、ドクターの継承を付されるのは、博士号を保持する医師だけである。アメリカ合衆国での最初の PhD は、1861年に、イエール大学が、進学、古典を、 物理学の3分野で3件授与したのが初めてである。当初は分野も数も限られていたが、ジョンズ・ホップキンス大学が PhD の授与制度の改革を行い、大学院教育と奨学金を組み合わせることによって広く全土に広まった。アメリカ合衆国における PhD の授与を受けるための大学院の課程は、日本の大学院の前期2年、後期三年の区分を設けない。 博士課程に似ており、大学を卒業したものであれば入学できる。一般的に PhD の授業を受けるには、所定の在学期間の後、所定科目の筆記試験及び高等試験に合格したもののみが3年から5年以内に、博士学位請求論文を提出し、数人の研究者で構成される審査委員会の高等諮問に合格する必要がある。アメリカ合衆国では、 PhD の授業を受けるためには最低でも3年の在学期間が必要とされているが、PhD の取得には平均して7.5年かかると言われる。入学者の半分は卒業せず辞めていくと言われている。なお、日本とは異なり、アメリカ合衆国では、心理学、文学、教育学などの文科系の PhD の方が、理科系の PhD よりも多い。アメリカ合衆国では、 かつての日本における理学博士や工学博士と同じく専攻分野ごとに異なっているが、アメリカが衆国教育省及び全米科学財団は、これらの学位を特別に区別せず、PhD と等価のものとみなしている。PhD がドクトル・オブ・フィロソフィーの略称であることから、かつては哲学博士と翻訳されることがあった。 1975年の学位規則改正によって、学際的な分野を扱う大学院の博士課程を修了した者に対して、学術博士の学位の授与も行われるようになった。日本では、家庭博士と論文博士がある。3年以上博士課程に在学し、必要単位は取得している者の博士論文を提出せずに退学する者の割合は、 卒業者全体の30から40%程度である。かつては文系学位の取得は極めて困難であり。近年では家庭在学中に博士論文執筆と提出及び合否判定を行うように大学院の指導が変わってきており、欧米等の水準と同じような学位の授与が行われるようになってきている。ありがとうございます。